フラン。あと5分。カメラ回ってるよ、フラン。皆さん、おはようございます。今日は2020年8月14日金曜日です。この動画は、ゆっくりボイス、落書き式素材を使っており、また手ブレがあります。それでも構わない方はゆっくりしていってね。今日も鉄旅、やっていきましょう、フラン。だって眠いよ。今何時だと思ってるの？5時40分。始発で移動しないと間に合わないからさ。蒲郡線の始発なんていつぶりだろ。ということで、始発のキラヨシダ行きで東はず駅に向かいます。お盆期間中なのか、乗客が他にいなかったです。東はず駅到着です。朝日が眩しい。ちょっと時間があるから先に行っておくけど、東はず駅から西はず駅まで歩くからね。は、東はず駅から西はず駅まで歩くからね。はい、一駅分、2.5 キロ、歩くからね。はい、まずは一駅ね、東はず駅。平日ダイヤは8時19分頃。休日ダイヤは6時28分頃の1日に1回しか行き違いが行われない駅です。西はず駅まで歩いていこうか。前に蒲郡線歩いた時は東はずから西はず駅28分だったからね。そんなに遠くないよ。そうだった。平成最後の日に蒲郡駅からキラヨシダ駅歩いてたんだ。道順は、駅を出たら左、突き当たりを右、さらに突き当たりを左で道なりに進みます。進むとこのような看板が見えます。ぜぜい、看板の通り、左手を見ると西はず駅です。ぜぜい、ということで2駅目、西はず駅。平日ダイヤは、6時13分、6時39分、7時2分の3回、休日ダイヤは7時7分の1回だけです。
行きに乗車します。蒲郡線列車は吉田駅2番線ですが、月曜日から金曜日限定で西尾線ホームで車両が並ぶからです。吉田駅到着です。まずは、本線直通急行を見送ります。続いて、西尾発普通列車が到着です。吉田吉田駅で入れ替え作業をして、蒲郡線運用に着きます。
そして西浦駅です。三河鳥羽駅同様、日中パターンダイヤ時の列車行き違い駅です。どうでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。